ございます。旅行2日目の朝です。まずはお部屋のお風呂でリラックスします。この日も天気に恵まれ、朝の別府の街並みをきれいに見渡すことができました。朝ごはんまでテラスでしばしゆっくりします。今日は別府の中で最も温泉源がある神縄温泉まで行って別府地獄巡りをしようと思います。宿泊するホテルも変わるのでそれも楽しみです。朝食はディナーと同じレストランザ・ピークでいただきます。ホテルオリジナルのコーヒーにメインは6種類からチョイスができます。私は地卵のスパニッシュオムレツを選びました。その他パン、サラダ、ヨーグルト、グラノーラがつきます。付け合わせのラタトゥーユやソーセージ、ベークドポテト、すべて美味しかったです。地獄巡りスタートです。神縄の周りは1000年以上も前から噴気、熱泥、熱湯が噴出していたことから、人々から地獄と称されて忌み嫌われていた土地だったとか。今では100度近い温泉の源泉を見る観光地になっています。1つ目の地獄は竜巻地獄。この地獄は別府の地獄の中でも珍しい間欠泉の地獄です。思い切り吹き出る温泉の様子はとても迫力満点。その独特な景観や重要性から国指定名勝にもなっているそうです。生絞りカボススカッシュを買いました。喉が渇いているので早く飲みたい。あ、おいしい。爽やか。さっぱりしてる。2つ目の地獄は血の池地獄。ここは日本で一番古い天然の温泉で、一言で言うと赤い熱泥の池です。酸化鉄、酸化マグネシウムを含んだ赤い熱泥が地層から噴出、堆積するため池一面が赤く染まります。ここは血の池地獄から湧き出る粘土から作られた皮膚病に効く軟膏を販売しているところです。その脇には展望台があるので登ってみます。展望台からの景色は、辺り一面真っ赤な池から湯気が出ていて、地獄の底に住んでいる赤鬼のお風呂みたいでした。温度はおよそ80度ぐらいだそうです。3つ目の地獄はかまど地獄。入り口はお化け屋敷みたいです。ここはかまどや赤鬼のオブジェがそびえ立ち、地獄1丁目から6丁目まで青や乳白色、熱泥など多種多様な湯が猛烈な噴気とともに湧き出ています。3丁目はコバルトブルーの色をした地獄。白い物質は希少質のシリカで70年前後かかってできたものだそうです。綺麗な水色からは85度もあるように見えません。お次は地獄4丁目。地下にある岩盤が地熱によりできた粘っこい、いろんな種類の粘土が溶け出した色だそうです。こちらの温度は80度。5丁目は池の色が変わる不思議な地獄。この池は年に数回ある日突然色が変化します。ブルー、グリーンなど色も濃くなったり薄くなったり、原因は分かっていない不思議な地獄です。最後は極楽4丁目に行って喉と肌の湯で保湿をしてきました。うるおい、うるおい、うるおい。4つ目の地獄は鬼山地獄。ここは別名ワニ地獄とも呼ばれています。大正12年に日本で初めて温泉熱を利用しワニの飼育を開始。大量のワニが剥製のようにじっと固まって身を寄せています。水浴びの後に体を乾かしているのでしょうか。これはどういう状況、どうやってここまで上がってきたのでしょうか。意外とじっと固まっているワニ、ずっと見てられる。週末と水曜には飼育員による餌やりが行われて、餌を磨けてジャンプする迫力のワニを見ることができます。5つ目の地獄は白池地獄。これは噴出時は透明だったお湯が池に落ちた瞬間、温度と圧力の低下により青白く変化するので白池地獄というそうです。
さらにここには熱帯魚館があり、ピラルク、ピラニア、アロワナなど約16種類の珍しい熱帯生物を見ることができます。白池地獄に行った後は近くにある熱帯魚館もぜひ見学してみてください。珍しいお魚に興奮します。6つ目の地獄は海地獄。別府の地獄の中でも最大の海地獄の園内には、温泉の熱を利用してアマゾン地方原産のオオオニバスや熱帯性のスイレンを栽培しています。小学校低学年でも乗れてしまう日本一のオオオニバスは必見です。この日はサギが優雅に乗っていました。メインの海地獄、コバルトブルーの色をしていて、地獄というのがふさわしくないほどの美しさ。池の青色は温泉の成分である硫化鉄が溶けているためだそうです。なんと温度は98度。あちー、地獄の湯気を浴びて保湿しております。うるおいうるおいうるおい。海地獄で買った極楽まんじゅうです。小豆味とお芋が入ったまんじゅうです。一個がすごくちっちゃい。いただきます。あったかい。おいしい。皮が柔らかくて美味しい。地獄巡りの最後、7つ目の地獄は鬼石坊主地獄。海地獄のお隣にあり、施設内には休憩所や足湯もあります。坊主地獄は私が一番好きな地獄です。灰色の熱泥が沸騰する様子が坊主頭に似ていることから、鬼石坊主地獄と呼ばれるようになったそうです。粘り気のあるお湯からポコポコと湧き出る坊主頭、これはずっと見ていられます。別府地獄巡り、今まで何度もしていますが、別府に行ったら必ず行きたくなるスポットです。今回もとても楽しむことができました。2日目のホテルは別府温泉テラス御堂原。1日目に宿泊したガレリア御堂原と同じ系列のホテルです。高台にある和モダンな建築デザインのホテルは大人の隠れ家のような雰囲気です。ロビーは大きなガラス窓から別府湾を一望することができ、開放感たっぷり。外のテラスに出て別府の街並みを独り占めすることもできます。ウェルカムスイーツは美味しい栗のお菓子、コーヒーや黒豆茶、カボスジュースなどフリードリンクも揃っています。お部屋に行く前に一人ずつ浴衣を選びます。男性は1種類ですが、女性はいろんな柄の浴衣が用意されています。お部屋に向かう通路も開放感たっぷりです。私たちは今回東棟の203号室に泊まります。扉を開けて、今回泊まったお部屋は半露天風呂付きの和洋室です。客室の広さは35平米でゆったりとした空間。シンプルで温かみのある和モダンな空間はとても居心地が良さそうです。客室の一番手前が寝室になっており、朝起きて布団から別府湾の景色を満喫できるように設計されているそうです。その奥に畳の間があり、テーブルと座椅子が設置されていて、旅館のように畳でゴロゴロできたのがすごく快適でした。テレビの横には電話とホテル案内、消臭スプレーなども用意されていました。反対側にはティッシュと小さいゴミ箱もあります。カプセルコーヒー、マグカップ、コーヒーメーカー、ケトルの用意もあります。その下に小さな棚があり、ワイングラスやティーカップ、小皿、アイスペールなども揃っています。畳の間の奥には広縁のようなスペースがあります。チェア2脚とテーブルが置かれていて、景色を眺めながらお茶を飲んだりできそうです。洗面台は物を置くスペースもあり、とても広々としています。洗面台の隣にはトイレがあります。メイク落とし、洗顔フォーム、化粧水、乳液のほか、ミネラルウォーターやその他一通りのバスアメニティは用意されています。
お風呂は半露天風呂になっており、プライベートな空間でゆっくり温泉を楽しむことができます。洗い場にはハンドシャワーとシャンプー、コンディショナー、ボディーソープがあります。少し重いですが、木の蓋を一つずつ外していきます。温泉はとても高温で80度前後に設定されたお湯が出てくるので、バルブで水を足したり温度調節をしながら入ります。硫黄の匂いが強い別府の泉質好きです。お肌すべすべになあれ。客室の奥にはテラスがあり、テーブルと椅子が用意されているので、景色を見ながらゆっくりくつろぐことができます。バリのリゾートのような木の家具も素敵ですね。天気が良かったので2日連続別府の街並みと別府湾を一望することができました。そしてお部屋探訪の後はお腹が減ってきました。今日のディナーも楽しみです。館内にある食事処雪月花で夕食をいただきます。大分で採れた四季折々の旬の食材を厳選したお料理をいただけるようです。ワクワク。私たちは関アジ懐石コースを選びました。大分名物の関アジをはじめ、大分の旬をたくさん楽しめそうです。前菜は豊光姫というブランドのイチジクとくるみの白あえに、贅沢にもからすみがかかっています。向こう漬けは大分を代表する名産関アジの姿作り。さすが一本釣りしたアジはプリプリの食感ととろけるような味わいがたまりませんでした。シー魚は大分県産のしいたけ、水菜、しゃぶもちに黒毛和牛のしゃぶしゃぶ。見るからにサシが入っていて柔らかそうです。同時にお味噌汁と香のもの、大分県武田さんのお米武田日の光も用意してもらいました。お米がツヤツヤしています。お肉は特製のお出汁に入れていただきます。すごいサシ入ってたもん、サシが入ってて柔らかくてすぐ溶ける。だしとやっぱ別府旅行2日目はいかがでしたか。ユニークで珍しい地獄がたくさんありました。神奈川温泉の周りは歩いているだけでそこかしこに温泉の湯気が立ち込めて、本当に温泉に来たんだなという気分になれます。ぜひ別府地獄巡り行ってみてください。次回は別府旅行最終日、別府にあるおしゃれな雑貨屋さんで買い物をしたり、大分名物鳥天の美味しいお店にも行ったので、その様子をお届けします。購入品の紹介もしますので、そちらもぜひご覧ください。動画制作の励みになりますので、この動画がいいなと思った方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。